皆さんこんにちは、日本人の神戸市民の淡井圭介です。本日2023年7月の27日、21時17分なんですが、大リーグの年俸について、しっかりと、誤解がないように言っておきますけども、あの金額は選手の年収とかじゃないと思いますね。インターネットとかね、新聞紙とかで書かれてる内容ですね。あれはどう考えてもおかしいですね。例えば千賀投手の所属しているメッツの試合、この間7月中旬ぐらいのニュース、球場ガラガラですよ。10分の1も埋まってない。もうそれ見ただけでわかるでしょ。選手がね、あんなに広い国土を往来している、つまり旅費ね、航空機代、バス代、みんなで乗ってるバス、それと宿泊費、食事代、選手の寮、球場をしっかりとね、全球団が30球団もありますから、一部カナダの球団ですけども、30球団もあるでしょう。人口は日本の3倍近くいらっしゃいますですけども、30球団あるでしょ。視聴率も分散する、それだけお客様も分散する、どう考えてもおかしいです。で、もう一度言いますけども、メッツのあの状態、球団単体でね、スタジアムの建設費用と土地代、しっかりと球団が所有していれば固定資産税がかかるじゃないですか。無理です。経営自体が。明らかに赤字ですよ。っていうことは、その母体となってる会社とかの売り上げとかを混ぜ込んでるんじゃないですか。その大リーグ全体の売り上げが、すごい今円安ですよ。円安で、1ドル150円近く、140後半ぐらいの頃で、何か大リーグの全体の売り上げが110億ドル、つまり1兆円を超えてるでしょ。どう考えてもそうでしょ。変でしょ。だからそのたくさんお金が動いてる感でファンを引きつけようとしても、実態がバレた時に今度一気にお客さんは去っていくんですよ。だから最初から本当のことだけ言っていればいいんです。大リーグももともとみんなの税金半分ぐらい投入してスタジアム建設してるんですよ。プロ野球界、日本も同じで、みんなはそれを取り返す方向で物事考えなきゃならない。で、1950年からのデータで見たときに、昔東京都の読売ジャイアンツばっかりが優勝したので、その次パリーグは西武ライオンズばっかり、関東ね、第二次世界戦争の前、関東軍が何か余計なことを国境を越えてしていませんでしたかって、中国への進出とかね。神奈川県見たらわかるでしょ。2年ぐらい前、J1 に神奈川県のチームは4つも。いいですか、サッカーは全て国民の税金でスタジアムを作っちゃったんです。土地代、建物代、全て固定資産税を払っといてくれたら、ね、日本の場合は5000億円ぐらい使われてます、税金。差し引きすると。ちゃんと土地と建物代を、要するにスタジアム代をね、球団所有にしてもらって、で、固定資産税払っといてもらったら、最初から 100% 大赤字なんです。だから、みんなの税金で、要するに NHK 料金ですね、テレビの放送で言うと、それが大体今もう6000億円はないと思うんですよ。5000億円台だと思われます、 NHK 料金がね。で、テレビ局のね、あの放送してる CM のスポンサーとか、アメリカも同じ状況だと思いますけど、今電車等でちょっとうるさいので声大きくしてますけども、税金混じりだと思うんですよ。日本はもう確実そうなんです。大手自動車メーカーは税金が混ざってるのみんな知ってるでしょ？皆さん知ってるでしょ？
だって電気自動車とか補助金ついてるじゃないですか。公にテレビで CM 放送してるでしょ。純利益上げてるでしょ。で、私が政府に対応してもらおうとしてるのは、岸田政権に対応してもらおうとしてるのは、法人税を上げましょうっていう話。それは純利益がたくさん出てる会社。で、もともと税金投入してたでしょ。返してください。こういう簡単な話なんです。シンプルで。それをしなかったら消費税上がりっぱなしになりますし、余計な建物すぐに商業施設建てますから。で、潰し合い。で、裁判所でその破産法が通らないようなルールで物事を運用しなかったら、キリがないです。それぐらい、身勝手に開業なんかしてたら、あなたたち大変なことになりますよと。生活保護者のまま返納しなさいって。そんなの絶対無理ですか。金利の方がずっと追い越していきますよ。自分の家、もし購入された方だったとしたらね、そういう方たちが店出店しようとしてませんでした。ちゃんとしっかりと土地建物を自分で購入してます。土地だけ会社の持ち物とかしてません。それしたらダメですよ。私から言わせたら違法行為です。それで給与の変動をいくらでもできますから。だから公正取引委員会があるように相場から外れちゃダメなんですよ。だからプロ野球界の話とかも、その契約金もいつの間にか1億5000万円とかになってたでしょ。それ、もともと1500万円じゃなかったでしたっけ。その金額も正直大きすぎるでしょ。どう思われます皆さん。大学自体がみんなのね、税金を半分ぐらいは費やして作ってるんですよ。大学自体。ね。税金ずっと食らいついていってるじゃないですか。逆。早く高卒で社会に出た人間の方が偉いっていう形にしなかったら無理なんです。だからこれは特に日本人の方たちに向けて言ってるんですけども、そのスポーツ、まあ法律で日韓系の内容自体が政府関係なんですよね。法律で言うと。法律でそういう条文があるんですよ。日刊紙が犬一番にとんでもない金額をインターネット記事で出してきたでしょ。あのフリーエージェントっていう話も本当変ですよね。相場からかなり外れた金額になるでしょ。人件費が。著作権法があって、本人の音声と映像、画像、そういったものは本人に権利があるんです。で、テレビ局の大卒のアナウンサーの人ね、もういきなり大卒そこそこの人間がアナウンサーになること自体間違えてるんですよ。間違えてるんですけども、それでもうテレビ出してしまってるでしょ。世間のこと何も分かんないまま税金の食らいつきだけ激しく覚えてきた人間をどんどんテレビに出してるでしょ。これが本当ですもん。ハーバード大学とか行ってる人間とか税金の食らいつきですよ。自分のお金で行ってみなさいなって、全額でって。寮費も何もかも向こうの税金まで使ってると思いますよ。寮費向こうに出してもらってるんだったらね。という東大主席の人がカジノとか進めてたんですから、テレビ出て。だからもともと実力はないんです。世間のこと分かってないから。で、高学歴の人間であればあるほどね。で、しっかりとした、ね、選手の年収っていうものを教えていただきたいんです。その所得税とかの控除とかする前のね、金額、1年ごとに契約書自体を公開、みんなの税金、公文書公開っていう法律があるじゃないですか。例えば都政6法だとかね。で、六法全書の中に、まあ、現行法規、現代日本法規でもいいですよ。向こうの方が法律たくさん載ってますから。各政令指定都市は、要するに市です。市は、都政六法の内容に従わなきゃならないっていうことになってるんです。ね、公文書公開があるでしょ。みんなの税金を使ってきた、使ってないスポーツなんかないんですから。今更この世の中で。ね、みんな自分の給与をしっかりと公開しなさいっていう話なんですよ。で、本当にサッカー選手で1億円とか超えてたら、もう完全な横領罪ですよ。年収で、本当に。それ、自分たちが働いてスタジアムの返済費用もだったんじゃないですか。本当は。そうじゃなかったら、無理でしょ。激しくみんなの国民の税金を使ってきた人間が高額所得者になってたら、世の中むちゃくちゃなことしかならないんですよ。
何でもありの社会になるね。だからその辺のところで日本のその僕の頭を電波でジャックして向こうから流れてきたっていうこの話はなし。会社法があるから各会社の責任、しっかりと自分の会社からしっかりと年収がいくらかっていうことをインターネットで、掲示してください。でこの辺を整理整頓していくと普通の雇用契約書しか無理なんです。給与の算定表があってそれから外れちゃダメなんですから、全部の法律をまとめて考えると。かといって5年以上の契約をされると終身雇用の契約書の話が法律であるでしょう。スポーツ選手は何年かで、消えていきますから終身雇用制度も無理がある。でその終身雇用制度っていうのもどうやら怪しい。ずっと会社に残って上の方行くでしょ、役員になるでしょ、絶対会社の責任持たなきゃならなくなるでしょ。もう絶対アウトですよ、訴えられるから。この形式だと、今の社会のシステムだと、むちゃくちゃな金の使い方してるから。だからその日本からのテレビの放送とかで大谷翔平とか活躍してる選手はいっぱいテレビで放送するでしょ。まずアメリカの大リーグの方のチームにお金を送金して、それを選手の年俸だとかなんだとか売上とかに混ぜ込んでる、数字を混ぜ込んでるから数字が大きくなってるのか、それとも母体となってる会社の売上なのか。この間もう日本のニュースもね、その本当のことを英語で話したりとか中国語とかロシア語とかで話されてる人たちの言葉と字幕の内容違うでしょ。だからどこからどこまで何が本当なのか全くわからないんです。アナハイムの、市長だったかな、贈収賄罪で、容疑で、逮捕というインターネット記事が流れましたけども、それもどこからどこまでどういうふうな内容なのかわからないんですよ。本当に何判断でそんなことしたのかって、普通議員になるぐらいの人だったらわかりますから。本当にしていいことと悪いことの区別、この話聞いたらもうみんなわけわかんなくないでしょ。だからこれがこの世の中の実態だから、せめて自分の収入ぐらいはっきりと世の中に公表しなさいよっていうことを私は言ってるんです。僕はYouTube とかで述べてますし、自分が訴えてる裁判の内容で言ってます。以上です。皆さん本当のことを公開しましょう。一回テレビでね、プロ野球選手の年収とか、本当に書類を世間に開示して放送したこと、一回あったような気がするんですよ。だけどあれ、しっかりと拡大して見せてもらわなかったら無理ですよ。本当に。で、その瞬間、都合よく録画とか、みんな瞬間的にできないでしょ。で、まだ記憶薄れるでしょ。騙されるでしょ。本当に私ってのは横領罪ですからね、どう考えても。だその流れ変えて、たのが僕は生まれた1977年以降だと思います。それまで読売ジャイアンツの勝ち方が同じ東京都のヤクルトとかを力を搾取してずっと優勝していたみたいですから、だからスポーツの世界の2カ国の性の力で勝ってる世界記録と同じなんですよ。だからもうそこまで実態分かったから、オリンピックにもあんまり価値ないって、そのタイムを競う世界あんまり価値ないっていうことがもう分かりましたから、じゃあ新しいタイムを出そうと思ったら、人間の体の鍛え方ってもう随分昔にもうはっきりと限界値まで来てるんですよね。どうなってくるともっと複数の国の力を搾取するんですかっていう話になるんですよ。付き合いきれないでしょ、このような話で。だいぶ僕の顔とかだいぶ変になってるでしょ。だから本当のこと言ってるから顔きれいにならなきゃおかしいんですよ。変でしょこの社会ずっと。だからホームページで記載してる僕の運転免許証の顔と比べて法令違反をしているかのようにこうやって法令線が出てるでしょ。これ告発だから逆ですよ。ほっぺたもここは頬がこけてるでしょ、痩せ我慢してるみたいな形でね。自分で自分のほっぺたぐらい取り返せますから、そのための神がかり的な力です。コンピューターとか平気で搾取に回ってますから、昔からですよ。だから東京都とかは異常だった、ずっとこれから先東京都のチームは負け続けなきゃならない、神奈川県のチームをサッカーリーグでいうと全チームはずっと再開争いをしなければならない、早急にサッカー界は2リーグ制で6球団ずつに編成しなければならない、こういうことです。どこのチームを合併すべきかはある程度僕のホームページに記載しています。で各自のいろんな言い分が多分球団から出てくると思うんですよ。でそれは裁判所で整理整頓もしましょう。だから例えばね、セリーグで複数本拠地制度にするのであれば、例えば兵庫県プラス阪神タイガースで言うと岡山の方がいいのかとか、いろいろあるんですよ。その
今まで出身してきたその出生地はどこなのかとか、その後監督になったなってない、優勝した優勝してないとか、いろんな話があるから、どうせややこしい話になります。ただある程度ね、東北とか北海道とか夏場にナイターで試合すればある程度涼しいじゃないですかっていう地域とね、関東関西とか、あとはまあ四国九州沖縄含めて南の方のところとかをある程度各球団がまあ分配するような形で本拠地制度にしないと、南の方からね、3月下旬ぐらいから開幕するじゃないですか。まあオープン戦の頃なんかもっと寒いですよ。もう正直鹿児島県と沖縄ぐらいじゃないと無理でしょう。お客さんの方は持ちこたえられないから。だから徐々に季節に合わせて北上していきながら、まあ夏場7月8月9月ぐらいだったら北海道と東北と北信越で試合ナイターで、絶対使用してはならないのは夏場とかのドーム、エアコン使うから絶対無理。本当に大量のエネルギー消費しますから。で、今までジャイアンツが勝ちすぎていたから最下位行かなきゃならない、何年もね、何回も今まで他の球団に最下位行かせてたんだから、東京都のわがままで。で、それでね、東京ドームでの試合がエアコン使わなくて済むようになるでしょ。あんまりスカスカなりますから、お客さんの数が。ただし、その対戦相手のチームの成績が良かった場合、対戦相手のチームのファンの人たちがある程度球場に来ますから、あんまりもうこだわらなくていいじゃないですかっていうことになるんですよ。こだわるのは1950年からの優勝回数、日本一の回数とセ・リーグの優勝回数と交流戦の優勝回数、これを両リーグ合わせていかなきゃならない。ソフトバンクだって合金年あれだけ買ったんだからもういいでしょ。本当にチャット GPT とか言い出してるんですからね、だいぶ前からソフトバンクは。じゃあもう責任持たなきゃならない、電波の世界とかでね。もともと AI とかが人間のパイロットと争って航空機墜落したりしてるんですから、もうコンピューターが上なのか人間が上なのか分かんないでしょ。だから多分 9.11 アメリカの貿易センタービルに飛行機が2機も突っ込んでるの、絶対アルカイダのせいじゃない。もう大体分かりました。AI にハイジャックされたんでしょ。だから何システムでそういう風になったか分からないし、そもそももっと前から AI なんかあるから、だってスーパーファミコンのドラゴンクエストですでに AI が搭載されてたんですよ。ドラゴンクエスト4ぐらい。じゃあもっとしっかりとした科学を操っていた日本のパソコンを作ってるメーカー、富士通とか NEC、それと海外の方がもっと発展しますから、コンピューターの世界。アメリカとかロシアとか、先に月に行ったのはロシア。まあソ連ですけども、そのソ連の前がロシアだから、もうどちらにしてもあんなに国土面積広げたら、もう使う言語バラバラだし、各ね地域によって法律バラバラだから、どうせ無理ですって、まとまりきれない。そんなにたくさん常識的な範囲で話進めなかったら負担が増えるだけです、本当に。まあこれが世の中の実情ですからね。私の希望から言わせていただきますと、西地区は西